消えた天才企画ということで、はい、新企画、まあよく YouTube とかでも上がってるんですが、消えた天才、まあ、あの頃はすごかったみたいな、うん、企画を、まあ、夏崎 YouTube チャンネルでもやらせてもらおうと思って、うん、で、第1弾、あ、なるほど、田原豊元選手、うん、記念すべき、記念すべき。で、なぜまあ今回この企画をしようかと思ったのは、まあ、本当に豊か後で話すけど、やっぱ能力、才能に恵まれてた。で、プロキャリアももちろん築き上げて、プロ12年間やってるけども、うん、俺の中ではもう海外組日本代表を背負ってっていうポテンシャルがあった人だと思ってるので、やっぱそうやって若い年代で能力がねすごくあってっていう選手たちがより輝いてもらうために、うん、まあ、このキャリアを振り返ってみようという企画になってます。はい、で、まあ、豊かとは、まあ、鹿児島実業高校、はい、もう忘れもしない、まあ、中3で練習来た時に、あ、こいつ規格外だっていうのが印象的な僕の最初の、まあ、すごい高身長で走れるしバネあるし、言ったらご両親サラブレッドでお相撲さんとバレーボール選手の息子だから、もういうことは、まあ、体力ぐらいだったかなっていう当時はね、振り返ると、うん、だったけど、まあ、本当にこう才能に恵まれてた。で、鹿児島実業入団して、入団っていうか入学してそこからの3年間、まあ言ったら数少ない息子枠の一人です。監督、松澤総監督の、まあ、多分怒られたこと一回もないんじゃない、ない、いや、最後の最後に怒られたこと一回だけあって、選手権の時か、選手権の前、前どういう経緯で怒られたかっていうと、うん、まあ、自分監督の下宿で、うん、で、まあ、そこで、まあ、何か問題が起きましたと、うん、まあ、その問題は何が起きたかとは言わないけど、うん、で、その問題の人はお前じゃないのかと言われて、うん、で、下宿って言うても何十人って一緒に寝床一緒にしてて、で、その原因が俺一人かっつったら、うん、俺一人でもないし、むしろ俺関係なかったんだけど、うん、監督は一目散に俺に目つけて、お前じゃないのか、うん、いや俺じゃないです、じゃあ誰だ、うん、でそこ人売るわけにはいかないから、うん、いや分からない、うん、じゃあこの問題をどうするのか、うん、どう解決するのか、うん、いやどうしましょう、うん、で最終的に監督がじゃあもう選手権を辞退しようと、うん、犯人が見つからないなら、うん、それだけはみんな3年間ね一生懸命頑張ってきた、うん、この3年間無駄にするわけにいかないんで、まあ、何かしらで解決方法はないですかって聞いたところ、じゃあお前坊主にしろって言われて、うん、で監督にのその指示に従って自分はもう頭丸めにそのまま床屋行って、うん、で坊主にして、でみんなの分責任取って選手権に出たっていう、まあ、時効なのでズバリ犯人はあなたですか。いや違うんだって違う、本当に違くて、そういうことです。そうそう、まあ高校生だからちょっと混ぜた本とかみたいな豊かの、まあ、息子エピソードがあって、彼最初1年生の時自ら辞めます部活を辞めようとします確かにあったはい、あ、思い出しました、あ、思い出しました、はい、もう辞めようと思って地元に帰ってて地元に帰りましたきつすぎて、ね、きつすぎて、そうそう、1年生きつすぎてそうそう、で地元に帰ってるところ監督から電話がかかってきて、で、その電話の内容がアンダーの代表に候補として選ばれたぞという連絡が来て、うん、じゃあ行こうかっていう話になってじゃあ戻って、うん、もう一回気持ち切り替えて練習に励んでたっていう。監督からは別に何も言われず、何も言われずよく帰ってきたみたいな。で、果実的にはそんなことあるんですか。いやいや、ないです今まで多分いろんな先輩いますけど、ないです。多分僕が仮にやったとしたら、絶対に入れてもらえないか、まあ、その当時のもうついこう叱りをたくさん経験してたと思うんですけど、フィジカルトレーニングも一緒にやってたものの、やっぱタイム通りには入らなかったから、当時のゼッカルロス監督が一緒になってこう背中を押して走るっていう光景が俺はすごく印象的だったんだけど、確かにやったよね。あれカルロス以外にも他の同級生とか、うん、それこそ先輩とか、うん、
もう一緒にあの背中を押して背中を押してあの走ってくれるんだけどありがた迷惑ってまさしくそういうことでもうこっちマジついていかなくて足がそれぐらいこうやっぱあのいろんな人の協力があったっていうことなんだけど、そうそうそう、ありがたい。ユタカはあの選手権で、まあ、松井とツートップでスポンサーナイキからもこうやっぱ送られてきてたし、その松井もそうだったけど注目選手、高校界が注目する選手。高校の時の成績はどんな感じですか？高校の時は俺の代では準優勝、準優勝本大会、うん、で本人たちの3年の時は豊か、あと上本大会がディフェンスにいたりとプロにこう行く選手たち何かいるんだけど、県予選決勝で負けたっていう、すっごい期待されてたよね。まあタレントは結構揃ってて、それこそ那須さん時代のメンバーよりも、うん、まあタレントが揃ってるみたいな前評判で言われたけど、うんうん、まあ実際県予選の決勝で負けた、まあ、PK で負けたっていう。1年生の時からもう出られてた？1年時は後半は出てる。後半は出てる。最初は出てなくて、それこそ天皇杯の県予選とか、うんうん、あれじゃん、それも出してもらってたし、うん、当時あと人気もあったしね、もっとシュッと痩せてたんですよ。シュッと痩せてて、それでこそ僕らの代の選手権、松井とそのツートップで国立決めましたって言って、相手が帝京高校だったから、帝京高校のね、あの学生さんとか女学生とか果実も応援に来てるんですよ。したら豊かとか松井の周りにブワーってガーッとこう集まって、うわーサインください、写真撮ってくださいって、それを横目に俺と上本大会さーっとこの羨ましいっていうか、ね、そう、俺と上本大会はさーってこの本当この人だかりのとこさーっとチャラいな、ほんとチャラせなこいつら、全然全然っていう、だけどね、青春時代だからモテたいっていう気持ち、いやいや、モテたかったですよ、モテなかったから言ってんですよ、こっちは。まあいろいろある、うん、まあまあほんと人気があったんだけど、まあ、当時だからほんと何がすごかったって、彼はこの 180? 高校時代185.3ぐらい、5、いや5だな、5、185、体重は高校の時は78とか、そんな78か、足が6秒フラット、おー 50m、 50m、 ジャンプ力がすごかったのよ、あの垂直跳びで75か80そう、あったのよ、そういうことバレー選手並みみたいな、うん、それをもう何もトレーニングをせずにもっともっとあったの。それでまあ高校界でサッカー界でこう活躍して、もう超高校級でプロに、Gリーグオファーはどんくらい？オファーっていうオファーは、うん、あの自分に届いたわけではなくて、うん、それこそ松田監督に職員室呼ばれて、どこのチームに行きたいかって言われて、どこのチームが行けるんですかって聞いたところ、全部のチーム行けるぞって言われてそれってじゃあ全部のオファーみたいな捉え方はしてるんだけれども、うん、まあ、僕はマリノスに行きたいです、うん、で理由はこうこういう理由で行きたいですっていうのを伝えたら、マリノスにそのまま入ったっていう、そのプロも認めるというか、超高校級で何者入りで横浜 F ・マリノスに入団するわけなんですけど、うん、まあここからですよ、あのここから本当にあのプロ生活が始まるんですけど、うん、横浜 F ・マリノス1年目13試合、うん、リーグ戦、うん、だったんですけど、2年目でもう一気にゼロになります。2年目の出場、はい、多分途中で移籍するのか、これ途中で移籍する、はい、京都に移籍します。はい、半年は5試合出たのかな、うん、で2003年が10試合ということで、まあプロを振り返ってどうだったのか、プロ生活は結果とともにどんな感じでやってたのか、まあいろいろとそのたらればで反省する部分はあるけど、うん、まあ前もって言っとくけど、うん、自分はその今までやってきたことに後悔はないし、うんうん、ただだけど、ああすればよかったな、こうすればよかったなみたいな反省みたいなのは気持ちは持ってて、うん、例えばあの入団1年目の開幕戦から出させてもらって、でそれがヴィッセル戦だったのかな、うん、当時はあの V ゴール方式で、うんうん、ハーフェイラインぐらいで自分がボールポストプレーでキープして、うん、当時シジクレイだったかな、うん、シジクレイが予選に来てたんだけど、うん、ハーフェイラインぐらいで吹っ飛ばして、
でそのままドリブルでそのまま行って、うん、でキーパーと1対1ぐらいの、まあ、要は決定機を迎えましたと、うん、でそれ決めれば V ゴールで開幕戦勝利、うん、みたいな舞台は揃ってたんだけど、そこで外してしまったと、うんうん、その決定機を、うん、俺もうそれがもう最初のしくじりじゃないかなと思ってて、うん、でそこで決めてれば多分マリノス自体も残留争いから抜けてただろうし、うん、個人的にももうちょっと自信もついて飛躍したのかなって思う部分もあるんだけど、うん、まあたらればでそれ決めてればなっていう反省、うん、あとまあそれこそトゥーロン国際大会っていうのがあって、アンダーカテゴリーの大会があるんだけど、当時でいうとシセだったり、フランス代表、あとアドリアーノだったりいたね、ブラジルだったり大会に出てたの一緒に、うん、で彼はやっぱり強い国のディフェンダーでもこう胸トラップできちゃうから、で他の国はやっぱもうどんどんフィジカル負けすんのよ。でもそんな豊かが最後準決勝かなんかにイタリア代表とやった時に抑えられたの、うん、よく覚えてるね。そう、彼が抑えられたの。決勝にイタリアが上がったのよ、日本負けて。決勝がブラジルとイタリア、その時にアドリアーノは豊かを抑えてディフェンダー陣2人引き連れて2人を余裕で抑えてたの。それを見て彼は泣いたのよ。俺泣いたの？泣いたのよ。あの見てて。まさかでしょ。いやいや泣いたのよ。泣いてみんなすいません、僕が僕の責任ですって言って、あの涙が俺はもう忘れられなくて。そんなことするこれ？したのよ。まさかでしょそれ。あの当時の田原くんは。いや確かにイタリアのディフェンスは衝撃だったっていう記憶は残ってるんだけど、うん、みんな期待もしてなかったし、情緒不安定とか違う。こいつはもう伸びるぞと思って。伸びてないけど、ね、こいつはで、まあ、あのその後プロキャリアをこうスタートダッシュとしては13試合って高卒ルーキーとしては全然悪くない数字だと思ってて、でその後にまあゼロになってしまって、で京都に移籍してっていうところなんだけど、多分ここら辺が少し一つのターニングポイントなのかなって思ってんだけど、うん、その後まあ J2 に移籍、京都が降格して、うん、まあでも試合数は重ねてて、でまあ京都、湘南、横浜 FC と、まあ本当プロキャリアは試合数も結構出てるし、プロキャリアとしてはあの全然10年以上やるってすごいことだから、すごい経歴なんだけども、俺の中ではもう本当にバリバリ日本を背負って立つぐらいの、まあ、それでこそ牧とそのベスト3嫌だったって言ったら豊かの名前が出たし、多分あの印象的なフォワードだったのよ。彼にとっても俺らにとって俺とかにとっても田原豊っていうのがやっぱキャリアをもっと伸ばせたっていう、まあ、あの本人的にはね後悔してないって言ってるけど、もっとこう日の丸背負って海外ね背負って立つぐらいのポテンシャルがあったみたいな。そうだから、うん、あのどうしちゃったのかなっていう感じで、いろいろあるでしょ。あの何がプロキャリアとしてこう自分の中で足りなかったじゃないけど、じゃあ日の丸を背負うとか一応目指してた部分あったと思うのよ、うん、アンダーカテゴリーまでやってたし、うん、でその先にも海外というのを視野にも入れてたから、それも知ってるし、うん、そこが、まあ、実現というか、うん、できなかったのは豊かの中ではどうこうプロキャリアを分析してる。もうプロキャリアを分析するっていうより も、うん、もうその前を遡って、うん、やり直した方が良かったのかなっていうの。鹿児島実業、いや小学生、あそっちまで、そうあそっちまで、そうあの、うん、自分の本当ダメなところで、うん、嫌なことから逃げる、うん、きついことから逃げる、知ってるっていうのはすごい昔からあって練習嫌いの田原って昔結構言われてたんだけど練習がむちゃくちゃ好きなの、うん、何が嫌いかって走ることが嫌いで、そうだね、それはそうだったよね、確かに。もう小学生の頃から練習終わってグラウンド何周っていうのが嫌で、監督にお腹痛いですって言ってトイレに駆け込んで、みんなが何周走って走り終えたかなっていうのをトイレからこうスコッと覗いて、あ終わってる、じゃあ行けると、でそれで戻ってとか、いい意味で言うんだったらずる賢さ、けどそのずる賢さってあのこれプロでも生きてくるんだけど、だけどそのずる賢さの使い方を間違ってたなっていうところが、やり直したいところ、うん、
あと都会のチームを回りすぎた。都会のチーム、もうちょっと田舎の田舎のこじんまりとして、サッカーだけを宣伝できる環境を、そうそうそう、環境作りが大事だなっていう。なるほど。それどういうことですか。いやいや、まあね、まあ大人になったら分かることだけど、うん、スイマー前もあるのが都会で、決してそのこじんまりとした田舎のチームにないといえばそれはないかもしれないけど、少なくともそういう影響のパーセンテージみたいなところでいけば都会じゃない方がいいんじゃないかな。視聴者の皆さん、ここはもうご想像にお任せなんですが、田原さんが選手として、まあ、期待じゃないですけどあんまり思ってなかったけど、この後伸びしてきたなみたいな選手とかってこういますか。遠藤航。おー、それをなんで一緒にやってる。一緒に湘南の時にやってて、うん、で彼があそこまで行くとは夢にも思ってなかったし、まあ、それをあそこまでやってくる、自分の実力であそこの舞台まで立てるっていうのは、うん、まさしく自分と正反対の性格だから、まあそういうことかって思うところもあるけど、彼の身長だったり、うん、あとパワーだったり、うん、そういうのを考えると、そういうレベルに達する人間ではないだろうなと思ってて、当時ね、当時、うん、だけど彼の持ってるクオリティっていうのはいいなと思ってて、で自分もフォワードとしてどちらかっていうと中盤よりもディフェンスの選手の方が自分求めるものがあったから、うん、でそれを渡るは持ってて、あそういうことかって思うところもある。渡るに関しては、まあ、浦和移籍当初、俺より身長低いやつが来た、ポジションなんか渡せないよって思って、ヘディングモードは絶対俺の方が強えよ、うん、で自負はしてたんです、うん、蓋を開けてみたらヘディングバカ強い、わかる、フィードはすごい、フィードすごい、1対1の能力が半端ない、半端ない、で負けたと、35歳のナスはそこから、あ当時 35?35 で渡るが23歳、そんな若造、35歳でまだ、ま、あれを思ってたんだ、若造に負けるかと思って半年間、今まあプロ生活で一番濃い自主練をした、そこから渡るのおかげでもう盗もうと思って、あいつから盗もうみたいな、うんうんうん、それがやっぱナスさんのいいところで、自分だったらそういうその年齢でその選手が出てきたら、うん、年老いたな、うん、もうやめようってなるのが俺これだからダメだったすぐ諦めちゃう。自分結構サブとか多かったんだけど、やっぱ助っ人っていう外国人の実力ってスキルが相当高いじゃないですか、うん、だから自分が先発で出れない時、もちろん悔しい気持ちはあるんだけど、その悔しさを紛らわすではないけど、うん、まあいっかしょうがないよね、うん、って思えるのは外国人の選手がスタメンで出た時、うん、もうそれを素直にどう、うん、ただだけど日本人出てたら、いやいや俺でしょ、うん、とはなってた、うん、まあ、キャリアでいうと J1、J2、通算304試合出てます。キャリア的には本当に素晴らしいキャリアを築き上げてるんですが、同世代含めて対戦相手の記憶に残ったフォワード、企画としてはもう企画外のフォワードだったんで、俺の中ではキャリアもっと伸ばせたなっていうか、思い描いてた、うん、ところがあったので、今回第1回目この消えた天才という企画をやらせてもらったんですけど、サッカー視聴者、サッカー好きな方々いっぱいいると思うんで、まあ豊かな経験を元にじゃないけど、これからどういう風にこう頑張ってほしいというか、まあいろんな夢を持って、うん、思いを持ってサッカーやってる人いると思ってて、でそれはプロになりたい、精神を鍛えたい、まあ、ただサッカーを楽しみたい、まあいろいろあると思うんだけれども、強い意志を持って取り組んでほしいかな、うん、その強い意志が自分にはなかった分、なかったがゆえに消えちゃった消えてないけどね、いや消えてはないんだけど消えちゃった部分があるから、消えてはないんだけどね、うん、ただその強い意志をやっぱ持たないと何もかもがやっぱ中途半端になってしまうと思うし、うん、やり遂げるっていうところもすごい大事なところだと思うから、うん、まあ、常にいろいろ考えながらやってったら少しでもいいステージでプレーできるかもしれないし、いい人間になるかもしれないし、ダメな人間にはならないでくださいありがとうございます。まあでも本当にこうやってキャリアを通じて、まあ今だからというか、豊からこう伝えられる言葉っていうのはあると思うので、まあ今回撮影させてもらったんですけど、
豊かみたいな性格が当てはまる人、僕みたいな性格が当てはまる人ってたくさんいると思うんで、これあの本当に経験をしたからこその重みのある言葉だったと思うので、参考にしていただいて、これからのね、まあ、プロになるとか目標目的のために頑張っていただければと思います。今は豊かはこのこちらジョガボーラ、ジョガボーラっていう T シャツを着てるんだけれども、高校サッカー .com っていう一応会社にと一緒にやらせてもらってて、でそこの高校サッカー .com っていうところがこのジョガオーラもやってますよと、うん、っていうことで、あの宣伝ではないけど一応そこで頑張ってるんです。そう、大丈夫ですね、大丈夫です。今回は田原豊さんですありがとうございました。ありがとうございました。